皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。テストに出やすい問題シリーズ、今回は中学2年生の理科、電流と磁界についてお話しします。下の図は磁石や導線、コイルの周りの磁界の様子を簡単に表したものである。図中、あから他の位置の磁界の向きを矢印を使って表せ、こんな問題ですね。この磁界の向き、これはそこに方位磁石を置いたとき、方位磁石を置いたとき、その方位磁石の N 極が向く向き、これを磁界の向きと言いました。括弧1番では磁石があって N 極がこちら、 S 極がこちらでした。磁界というのは N 極から出て S 極に入る、こういうものでしたから、ここに磁界の向きを書いていくと N 極から出て S 極に入る、こちらも N 極から出て S 極に入ると、 N 極から出て S 極に入ると、こんな風になりますよね。で、これを元にしてあ、い、う、えに矢印を書くんですけれど、あでは磁界の向きはこちら、つまりこの方向に N 極が向くわけです。いではこちらですね、うではこちら、えではこちら、これが磁界の向きになります。つまりこの矢印の方向に方位磁石を置くと N 極が向くということになります。ではカッコ2に行きましょう。カッコ2では、電流が流れている導線が厚紙を貫いています。この時どんな風に磁界ができるかということですね。これ導線の中を電流が流れる時、右ネジの法則というのがありました。それは電流が流れる方向に対して磁界は右回りに発生すると、これを右ネジの法則と言いましたね。これを利用します。これを簡単にどんな風にできるか、右手を使ってね、分かるんですよ。それを紹介します。報徳学院では実はペットボトルと右手を使って、これをやっています。ね、皆さんね、右手ですから左手間違って使うと逆になっちゃいますので、しっかり右手を使ってください。親指を電流が流れる方向、ね、その方向に向けてペットボトルを握ってください。そうするとこんな風になりますよね。今親指が上を向いているのでこんな風になります。その時この指ですね、4本の指、どんな風にこのペットボトルを抱えているかと、この4本の指が抱えている方向、これが磁界ができている方向なんですね。磁界の向きなんですよ。この場合は上から下ですから、親指は下にしてこのようにペットボトルを握ります。そうするとこの指はペットボトルをこういう回転方向で握っているということですから、この回転方向に磁界が発生しているということになります。それをこの図に書いていくとこんな風になります。こうですね。ですから尾の位置ではこちらの方向ね、かの位置ではこちらの方向、木の位置ではこちらの方向、これが磁界の向きということになります。括弧3番、ちょっと難しそうに感じるかもしれないんですけど、実はこれ2番と同じ考え方で解くことができますね。電流がこちらに流れているんですけれど、その時じゃあこの線ね、こちらの導線どう力からどっちへ流れているか、それだけを考えてください。電流こちらに流れているので、ここの部分では下から上、このように流れていますね。こちらの部分では上から下、この向きに電流が流れています。で、これを元にして先ほどね、ペットボトルでやったように、電流の流れる向き、これを親指としてペットボトルをこう握ります。そうすると磁界がこの指の方向、こういう回転方向で発生しているということなので、ここに磁界
書いておくと、こういう方向に回転してできているということですよね。ですからここではこちらに矢印、ここではこちらに矢印を書けばいいということです。こちらも同じです。こちらの導線では下向き、このように電流が流れているので、磁界はこういう回転方向で発生しているわけです。これ矢印で書いておくと、こういう回転方向でね、磁界が発生しているということなので、ここの部分では上向きですね、ここの部分ではこういう方向、ここではこういう方向、ね、このように矢印が書けるわけです。括弧4番、これコイルですね。このコイルの時もやはり右手を使います。右手を使います。この時コイルの中、ね、このコイルの中を電流がどういう回転をしているかだけを、意識してください。そして今度は、先ほどはね、4本の指がこれ磁界の向きを示したいんですけれど、コイルの場合は磁界の向きが示すのは実は親指で、4本の指が示すのはこの電流の回転方向になります。今電流こちらから流れてこういうふうに回転していますから、これを電流が流れる方向、回転方向、このようになりますね。こうなった時、この親指の方向が N 極です。こちらが N 極、今親指がこちらを向いたので、こちらが N 極ということは、こちらは S 極ということになります。これだけ分かればもうこちらと同じですね。磁界は N 極から出て S 極に入る、ここではこうなって S 極に入るので、ここではこうなると、 N 極から出て S 極に入るので、こちらではこういう方向、 N 極から出て S 極に入るので、こちらではこういう方向になります。ですから磁界の向き、ここには矢印、こちら側、こちらではこの方向と、ここではこの方向、こちらはこの方向と、このような矢印を書けばいいわけです。また方位磁石を選ぶ問題もありますけれど、その時覚えておいてほしいのは、この1番と4番の場合よく見てください。 N 極と S 極になっているところ同じ向きですよね。そしてこの上と下の部分、ここも同じ向きですよね。ですから、磁界がこの縦方向に向くっていうことはないので、このことも覚えておいてください。でもう一度繰り返しますけれど、このコイルの場合、コイルの中を電流はどういう回転をしているか、ね、こういう回転をしているか、こういう回転をしているかだけをつけ、気をつけて、このペットボトルを握るような形を作ってください。そしたら親指の方向が N 極です。でこれをしっかり覚えちゃえば、このコイルの問題は簡単に解くことができます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。